はい、おはようございます。TKS です。どうも。おはこんばんはじゃないのね。え？おはようございます。あ、もうおはこんばんは。さあ、ということでね、昨日から千葉県の館山の方にね、来てるわけですけれども、今この後ろ映ってるのがね、JR 内房線の館山駅でございます。もうほんまはね、もうちょっと向こうでね、撮影しようと思ったんですけどね。しようよ。やりましょう。さあ、こっからですね。今日はね、朝、散歩、海の方にね、ちょっと行こうかなと思って、やっていきたいと思います。はい、今日も短い動画ですけども、よろしく。さあ、今ね、エレベーター使って降りてきたんですけど、ここがね、多分メインゲートっていうか、メインの入り口ですかね、館山駅。こう駅舎も結構ね、おしゃれで、なんかイタリアに来たような感じの、建物で、我々はですね、これから今もう愛華さん前に歩いてますけども、先の海の方に行きたいと思います。ということでね、今ちょっと浜辺の方に来ましたけど、綺麗。今も最近ね、もう僕も海に近いところに住んでますけど、ええじゃないです。まあ、それを言っちゃダメだよ。まあ今みたいに5分ぐらいでね、来れるような場所とは思ったら違いますけど、トレインを乗って、まあでもね、なんでしょう、1時間、そんな大阪時代とはそんな変わらないから、大阪時代もまあ電車で。地下鉄で1時間ぐらい乗って大阪港まで行ってましたけど、なんやろね、こう景色が違うとやっぱりこう同じ海やけどね。あ、これはいいですよ。もう釣りしてる人もいてるね。あれがあれかね、なんか書いてるわ。読めません。メガネをしてるけども読めません。あ、ちょっとなんか僕の好きそうなの発見しました。里美の湯っていうね、あそこに書いてます。天然温泉、ええ、今度はあそこ行きましょう。これからはい、今日も館山ですっていうね、動画が何個かアップされるかもですね。いや、気に入りましたよ、館山。僕は。海の匂いしないから、まだ早いからかな。そうだと思う。だったら塩っぽい匂いするの。だと思いますよ。あれもさ、学校じゃない、多分。あ、向こう。あれ学校だろうね。いいですよ、海風が。でも、じゃあここで座りますか。今日はね、僕はもう海の男になりますよ。いや、それはあんたトラクターじゃないですか。はい、海の男って言うと燃えないですよ。燃えないです。燃えたら危ないですよ。燃えない。湿ってんのか。湿ってるんですよ。常に湿ってますよ。まあ、音がいいですね。気持ちいいわ。ある日僕今半袖で来たんですよね。半袖ではちょっと寒いかな。全然大丈夫ですよ。さあ、ということでね、もうちょっと散歩してね、旅館に戻ろうかと思ってます。多分今回は何だろう、パート2に分けようかね、一つにまとめようか、どうしましょう、悩みどころ。見てみてください。そうだね、
編集次第で皆さん、うん、一つになるか、うん、短い動画になるか、それは、まあ、今もう 見てられる方は分かってると思いますけども、まあまあ行きましょう、健康マッサージエベ、健康なのこれ、怪しいマッサージ、しかもエベとか言わないかな、イブイブ、イブです、ちょっと、やだではないですけど、でんでん虫、まあまあちょっと全然関係ないエベって仕方ないです、それはね、やっぱりね、ジャパニーズですから、なんかさ、ローマ字読みが入っちゃってるからね、そうね、もうかわいそうに、そうですよ、まあね、見た目はちょっと異国の顔ですけども、中身はジャパニーズですから、仕方ない。さて、これからね、今も旅館に行って、まあ、荷物もてみてチェックアウトするんですけど、この後はさかなクンのミュージアム、うん、そちらの方にね行こうかなと思って。どこ行きはるんですか、どこ、ここだったよ、こっちでしょ、道をね間違えました。また珍しいですね、また大阪と通じる方を見つけました、はい、今僕の目の前に、今これ赤信号なんですけど、これはちょっとうちの相方はわからない、大阪の方はおいみたいな、おいるんかいみたいな、うん、いう感じで、今赤信号ですけど、今横通りましたけど、はい、そう、坂田師匠ですよね、アホの坂田ですよ、まさか千葉県でご会えるなんてね、この後は、皆さんとはですね、さかなクン のミュージアム、そこでお会いいたしましょう。さあ、ということでね、ようこそ渚の駅館山っていうところに来まして、今こうやってね、なんか無料で魚を見られるらしいんで、ここ、照り返しで見られへんわ、あ、こういうところね、ちょっと何の魚か分かりませんけど、こうやってね見えたり、こっちの辺にもね、多分いるので、うん、どうですか、家の中に水槽をみたいな、はいはい、さあ、ということで、こうやってね、まあ、これは貝の展示なんでしょうね、いろいろと、ほんで、さっき浅浜で行った時は、こういうね、ちっちゃい貝がね、あったよね、なんか、分かんない、まあまあ、そういった似たようなやつを、見させて、さ、これは何でしょう、コバンザメって書いてありますわ、すごいね、要はサメとかのお腹の下にね、こうくっついているやつですよね。でもなかなかさ、お姉さんひっくり返ってる魚なんか展示ないですよ、叩かないでくださいって書いてましたよね、撫でます、はい、あ、びっくりしましたね、申し訳ってことはね、こうなんか吸盤みたいなのついてんのかね、ああ、そういうことなんだ、そう、かゆいのかなと最初思ってましたけどね、さあ次はね、伊勢エビです。意外とね、三重県の伊勢がね、まあ、有名なんですけども、実は千葉県が一番多い種類のエビですね、伊勢エビ、してましたか、生きだったわ今、さあ、ということでですね、オキゴンベ、ここにいるか分かんない、いや、分かる、います、こうですよ、はい、戻りました、金魚っ子、皆さん一匹どうですか、取るの大変思うけどね、さあ、今度はですね、生身つかさ、読めた、まあ、こういった熱帯魚っぽいね、お魚でございまして、あ、猫ザメ、かわいいね、うん、なんで俺なの、
あ、これちょっといろいろ、猫ザメだらけですよね。これかわいい。これね、さ、皆さんどうでしょう。で、ご家庭に一匹、はい、猫ザメ。世界不思議発見で紹介されました。あ、そう、さかなくん。今度はですね、さかなくんギャラリーということで、あのこの中にあるので、今さかなくんってなんかこちらにいるみたいなんですね。はい、ということでこの中にね入っていきたいと思います。ということで入り口入ったらね、さかなくんが出迎えてくれるという。で、多分今愛花さんがね映ろうとしてるんですけど、僕のあのワイプ画面がねなってるんで、顔は俺みたい。あ、映りましたね。え、あのテレビのさあれみたい、なんかあのズームイン朝で後ろで流れてる人みたいな。あ、私のねこうやってやってる。そうさ、ということで、さかなくんはいないですけどパネルだけねいるという感じで、なんかねこう VR でもね体験できるみたいなんですよね。うん、ということでいろいろとこうね来た方のなんだろうサインとか書いてる感じで、さかなくんだらけですよ。はい、絵がね結構うまいので、はい、で僕あの YouTube で見たことあるんですけど、こういった剥製をねさかなくんは作ってたりとかしてるんですね。チャンネル見てて、すげえな、どうやって作んねんのかとか。ほんで例えばこう珍しい魚のやつをこう作って、で釣ってきた方にこうお渡しするこう動画がありましたんで、またねさかなくんを検索して見てみてください。あの絵もねめちゃめちゃあの可愛らしいタッチで、はい、このいろいろここ来るだけでも楽しいですよ。ぜひね皆さんあの立山来た時にはね、このさかなくんミュージアムにねお立ち寄りください。はい、多分これも剥製なのかな。うん、すごいわ。触ったらダメですけどね。これがねあのタカアシガニって言って、また大きいんです。あ、これですね、立った姿はね多分これなんですよ。もうなんかエイリアンっぽいやつですよね。これもマンボウですね。どうでしょう、さかなくんです。さあ続いて来ましたのが、沖ノ島というところでございます。さあどうでしょう、ここはね、夏ビーチになるらしいです。はい、でこちらがあの航空自衛隊の基地になります。ということで、夏はねここに海の家を建ててとか、そういう風に喋ってました。非常に今日、まあ、4月の最終ぐらいの日にちですけど、海風がほんま気持ちいいです。僕も半袖ですよ。うん、ということでね、今日は今あのお友達の DJ 大五郎さん ご家族とねあのこちらの方に来まして、相方はその DJ 大五郎さんの、ご家族と今横の方で遊んでますけども、一人ねこのおっさんは動画を撮ってるというということで、やっぱりね海の地域って本当にいいですね。はい、まあ大阪府もね海に面してますけども、僕んとこはもう山側でございますけどもね。はい、ということで、以上沖ノ島です。ということで2日にわたってね立山をこう少しですけど回ってきました。皆さん動画いかがでしたでしょうか。はい、まあ、非常に大五郎さんにもお世話になり、まあ、今日は大五郎さんご家族とね一緒に、立山の方に回ってきましたけども、またね整理しまして言いますとですね、4月の第2週の土曜日から、こちら千葉県の立山市のね、チャレンジ空間みんなの広場さんにてですね、朝市とフリーマーケットで、その他ですね DJ イベントでダンス講習会ですねやってるっていうことでですね、まあ時間がね、朝の10時から、昼の3時までね
やっておりまして、これが毎週土曜日に開催するということなので、皆さんね、一度は、この千葉県の館山市にお越ししてみてはいかがでしたでしょうか。まあその他も、いろいろ今も今日も回ってきましたけども、あの恋人の聖地らしいです前でね、綾香さんええー、っていう顔をしてますけどもね。またね、今後もこの館山編 TK 散歩の何回かあると思いますので、で昨日もね泊まりました高田旅館さんですか、そこもね良かったですし、おかみさんにもね今後常宿にさせていただきますけどもという話をしたら、まあ、心よくねいいよということで、はい、しかもですねこれがめちゃめちゃ安い、1泊2食付きでね税込み6700円です。下の方にもねリンクの方にもリンクを貼っておきます。で我々がこうチーム所属しているチーム社員の、ツイッターの URL もね、こちらに貼っておきますんで、またそちら要チェックお願いいたします。今日はね、ちょっと長い動画になったと思いますが、皆さんご視聴ありがとうございました。以上 TKS でした。バイバイ。